筑草駅。筑草駅は、愛知県名古屋市筑草区内山3丁目及び、東区青い3丁目にある、東海旅客鉄道、JR 東海、名古屋市交通局、名古屋市営地下鉄の駅である。JR 東海の中央本線と、名古屋市営地下鉄の東山線が乗り入れ、接続駅となっている。地下鉄の駅には、H12、JR には、 CF03 の駅番号が設定されている。JR の運行形態の詳細は、中央線を参照。島式ホーム一面二線を有する地上駅である。大損根方の掘割構造と鶴舞方の高架構造の狭間にあり、また、駅舎のある東側は、地盤が一段高くなっていることから、地上駅といえども、半掘割構造とも言うべき構造になっている。駅舎からは、 古線橋が平面で接続し、階段を降りれば、ホームとなっている。駅舎とホームを連絡するエレベーターが、名古屋寄り橋に設置されている。また、ホーム直上を古線橋、新築さばしにより、幹線道路である西木通が通過している。改札口は、地上の駅舎のほか、地下にもある。地下改札口は、地下鉄東山線の改札口へとつながっており、 朝夕を中心に地下鉄への乗り換え客で混雑する。ただし、地下改札口とホームの間にはエレベーターはないため、地下鉄東山線から車椅子等での乗り換えには、地下改札の近くにあるエレベーターで一度駅外へ出て、地上改札から入る必要がある。JR 東山線乗り換えの場合は逆ルートとなる。駅長、駅員配置駅、直営駅である。 管理駅として、大曽根駅、新森山駅を管理している。JR の特定特市内制度における、名古屋市内の駅である。名古屋の東の玄関口として扱われており、中央再線沿線や長野方面から名古屋市の繁華街である境に、最も近い地下鉄東山線で二駅こともあり特急、品野を含めた全旅客営業列車が停車する。駅舎内に、 東海キヨスクが運営するコンビニエンスストアベルマート及び旅行代理店 JR 東海ツアーズの支店が入居している。両社とも JR 東海の子会社である。またホーム上には東海キヨスクがキヨスク、キヨスクを営業しているほか名古屋名物の岸面を販売する飲食店がある。1961年昭和36年9月に 地下鉄への連絡口の整備と、貨物事業の新森山駅への移転のため、広港地通、愛知県道60号名古屋長久手線の千草橋の南側の旧駅から現在地の北側へ移転した。旧駅跡地は長い間 JR バスの、透明ハイウェイバスの車庫等として活用されていたが、その後ほとんど売却され再開発が進み、一部が、保線機器の留置用を即線。 設備の保守点検の教育場などとして使用されている。相対式ホーム2面2線を有する地下駅である。駅施設は、西木通りの地下に位置する。改札は、JR 地下改札に近い東側と、新築佐橋西交差点、西木通りと、指導赤萩町線の交点に近い西側の2カ所に、設置されている。利用客が多く、エレベーターが整備され、駅長室があるのは、 JR の地下改札がある東側の改札である。なお西側の改札は終車まで利用課だがラッシュ時以外は駅員が不在となりインターフォンで呼びすようになっている。JR 地下改札内にエレベーターはないのでエレベーターのみで地下鉄と JR を乗り換える場合一度地上に上がる必要がある。また、 JR 地下改札は地下鉄改札内に直接つながっているわけではないので、乗り換えの際には地下鉄改札も通らなければならない。当駅は東山線駅、つとむく名古屋管区駅が管轄している。地下1階のコンコースには小規模な商店街があったが、現在は通路としてのみ利用されており、地下2階がホームとなっている。コンコースにはセブンイレブンとスターバックスがあり、 校舎は改札内からでも利用できる。東山線の駅では22駅中6位、名古屋、坂伏見、藤ヶ丘、星ヶ丘に次ぐ。名古屋市営地下鉄全駅では87駅中8位、金山と矢場町が入る。JR との乗り換えも有り高水準を維持している。乗り換え駅としての当駅は、主に JR 線円線の愛知県カスガ市。 岐阜県多治見市方面と名古屋市の栄地区及び名古屋市東部の地下鉄東山千円線地域を結びつける形となっている。当駅は名古屋市の行政区3区、畜作、東区、中区の境に位置する形となっている。当駅から見て、当駅は2事業者の複合駅であるため、JR、地下鉄両社の結節点付近を駅中心として、記述すると、軽回りに、 駅北東部は、畜作内山3丁目、南東部は、畜作今池1丁目、2丁目、南西部は、中区新坂江3丁目、北東部は、東区青井3丁目となる。なお、住所表記上の、畜作畜作地域は、当駅のすぐ近辺にはなく、当駅から見て、南方向、今池1丁目、2丁目、3丁目のさらに南側に、位置する地域となる。 周辺には三大予備校の一角である、河合塾本部をはじめとして、予備校、専門学校などが多くあり、学生相手の飲食店、書店などが集まる、学生街となっている。再開発により建てられたアクシオス地草や、住友生命地草ニュータワービルなどの超高層ビルも、見られる。また、中高層のマンションが、数多く建設されている一方で、 低層住宅が並ぶ地域も残るなど、商業地としての性格と、住宅地としての性格を合わせ持つ地域である。なお、当駅の少し北を東西に走る桜通りには、名古屋市営地下鉄桜通線車道駅があり、当駅北側の地域については、徒歩での最寄り駅が、道駅となることも多い、出発地、目的地による駅の使い分けも可能である。東隣の今池は、 名古屋の代表的繁華街、歓楽街の一つ。最寄りのバス停は、畜産駅前である。名古屋市営バスの一般路線バスが運行されている。JR 駅舎東側にバスターミナルがある。JR 東海バス、東海、JR バス関東、関東、JR バステック、BT、京成バス、京成の高速バスが運行されている。名古屋駅業。 岐阜駅業は校舎の見取り扱い。なお、高速バスの停留所は、広小路通、愛知県道60号名古屋長久手線上にある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。